朝日と二人っきりがよかったんだけど。旅館は賃貸だ。何よそれ。まあこういうところこそ中は近代的だったりするものよね。私が当旅館の女将でございます。なかなか風情のある立派な旅館だと思いまして。皆さんそうおっしゃいます。俺とこいつ以外は違う部屋で。僕は。それではごゆっくり。そんなこと気にすんな。